ケイラー作曲12の中級練習曲オーパス33の2巻ナンバー10を解説していきます。この曲は、コンクールとか受験の課題曲とかでよく使用されているエチュードになります。一つの曲としてすごく完成度が高いエチュードなのでぜひ練習してみてください。最初なんですけど哀悼を帯びたアダージョという意味になってきます。最初この表情記号がコンモルトエスプレッシオーネって書いてあります。感情を込めてとか表情豊かにという意味になります。で8分の6なんですけどもう8分音符でこうしっかり1小節を6つに区切っていくっていうよりは2拍子の感覚ですごく自由に演奏することが求められる曲になってます。このターンとかがあるんですけどこういうのもしっかり歌っていくことが大事です。このターンですね、物悲しげな感じで演奏できるととってもいいと思います。2小節目、このソーの音を少しだけテヌートして演奏するといいと思います。2段目、ここのところ本当本来ならこれが8分音符で1拍1拍1拍になるんですけどもあんまりこう急にタカ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 っていう風にならないようにしっかり一つ一つの音を歌ってしっかり自分の耳、またはその聞き手にしっかりソルフェージできるぐらいの速さと響きで演奏していくと良いと思います。ゆっくりすぎてもちょっと楽譜通りじゃないという風になってしまうので気をつけてください。でラレンタンドが最後のところにあるので少しだけここを緩めましょう。3段目のところはピエナボージェって書いてあるんですけどこれはたっぷりという意味なのでここからフォルテですのでしっかりたっぷり歌っていきましょう。途中で出てくるこういうスタッカートの部分とかはしっかり表現していってまたこのターンとかもねしっかり歌っていきましょう。5段目ここから最初のテーマの1オクターブ上になってくるんですけどもここからはもうしっかりたっぷり歌っていきましょう。響きも重要になってきます。あんまり細くならないように口の中を口腔内広くして歌いましょう。特にここのミーファミレミラーのところはしっかり歌っていきましょう。でここの最後の小節だこの段の最後の小節のところ途切れちゃってて申し訳ないんですけどアクセントがありますのでここを一つ一つの音しっかり大事に演奏しましょう。でここの部分なんですけどこの音階がフォルテピアノでエコーのような感じで演奏していくんですけどもここもしっかり響きよくこう上に向かって細くならないようにしっかりクレッシェンドしながら演奏してその後
すぐにエコーで小さくするという対比をしっかりつけてください。で次の小節の、シのフラットをしっかりテヌートで演奏しましょう。ここのところも32分音符でかなり、細かい音になるんですけど、あんまりこう適当にならずに一音一音を聞き取れるようにしっかり演奏していきましょう。ここを少し次の段緩めて、この後からピューモッソになるのでテンポが速くなります。でどん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 ストリンジェンドしていって、ここで緩めて、またここもピューモッソなのでテンポ早めに前に行きましょう。ここのところは特に、ここからは特にイン2で2拍子で取っていってほしいんですけど、最初のところフォルテで音が高いんですけど、音が細くならないようにしっかり口腔内を広くして響かせて演奏していきましょう。ここの次の段ディミヌエンドをねしっかり忘れないように、でその後ピアノになるので繊細に演奏しましょう。でどん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 アジェランドして速くなっていって、クレッシェンドしながら、ここのフィスのファの、シャープの音はちょっとテヌートして、ここに向かってどんどんクレッシェンドしていって、ここでディミネンドになって落ち着きますね。でここからカデンザって書いてあるので自由に演奏していって欲しいんですけど、私の場合は最初ゆっくりから入って、ここちょっと前に行って最後緩めてという感じで作ってます。で一番最後の段はテンポプリモなので最初のテンポに戻ります。かなりゆっくりに戻ります。そしてピアノなので大きくならないように気をつけてください。最後も静かに終わりましょう。余韻もねしっかり残してください。ケーラー作曲12の中級練習曲オーバー33の2巻ナンバー10を解説しました。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。私は東京の自宅にて小竹向原音楽教室を開講しております。年齢性別問わず、初心者からアマチュアフルート奏者の方、音楽高校音楽大学を目指す学生、吹奏楽部でフルートを吹いている学生など、もっとフルートが上手になりたいと思っている方はぜひご連絡ください。動画の概要欄から詳細が見れます。また Twitter、Instagram、LINE アットもありますので気軽にご連絡ください。そして YouTube のチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。